ゆずきです。ちょっとカメラの角度が気に食わないのでこうさせてもらって、こうさせてもらって、チュッチュッチュー。今日はですね、ちょっと見せにくいんだけど、じゃじゃーん、うどんです。うわ、鍋焼きうどんです。こんな美味しいものを食べれて気づき幸せん。こんばんは、にこちゃんフォローしてくれてありがとう。なんてと、なんか食べやすいようにカメラをちょっと低くしたんだけど、もう少し高い方がいいのでちょっと直す。よいしょ。ナビ焼きうどん、そう、もぐもぐ配信、そう、なんかね、もぐもぐすることになった。出来上がっちゃいました、ご飯が。だからご飯を食べながら配信をしようとかいう、そういう感じです。選手の手作り、おばあちゃんの手作り。暑いからゆっくり食べようと思います。暑いからね。スーパーウィンさん、お、ほんなありがとう。なんか今日12月1日 ?1 日ですね。だから早いの配信。え、違う。なんか、なんかたまたま19時台に配信しようと思ったら、おばあちゃんの鍋焼きうどんも出来上がったって感じ。たまたま。あ、TikTok 見てくれたの、フライさん。これさ、なんて読むのかさ、ちゃんと調べられなかったんだよね。ひなたまが、メンバーのひなたまが、なんかこれみたいだよね、みたいな話から撮りました。あ、シパミーさん、クマさんありがとう。ドリさん、あ、I love you。エビ2本豪華。そう、エビ天2本です。うん、うまいね。こんばんは。あ、レイカさん、アヒルありがとう。私だ、アヒルの口のモノマネ。ハルくんパパさん、あ、氷ありがとう。氷結晶ありがとうございます。ヒーさん、かわいい、ありがとう。メリー誕生日おめでとう。うどんの具は何ですか？肉と卵とほうれん草かな。あとエビが2本。俺ちょうどうどん食いに来てんだけど、おい、おそろっちじゃん。今日も一番可愛い、ありがとう。星50個投げてくれたの、ニコちゃん。ゆうきさん、こんばんは。ティーガさん、しいたけうまそう。しいたけ？しいたけ入ってない。しいたけ入ってないな。もしかしてしいたけ食べるの、ティーガさん。そうじゃなくて、私のだよね。入ってないよ。はい、くんぼぼさん、化粧ありがとうございます。もう12月だから、今月か。そうです。私の誕生日は今月です。ちゃんと二次選考落ちた、あ、じゃあ一次選考落ちちゃった方、二次選考受け付けてますんで、ちゃんと申し込んだ？申し込んでね。見て見て。ちょっとさ、見てほしいんだけど。ちょっと待って。見て見て。うどん太いの。なんか1センチぐらい絶対ある。1センチ、幅1センチ、厚み1センチです。うまいね。あ、ゆうきさん、くもありがとう。
真夜中クラブの元気の源を答え置きに行ったらダルガランドね。ねえ、だって元気なもの源ってみんなじゃん。監督の皆さんです。そこにいるあなた、ここに今いる初めましての方も含むあなたですよ。これだろこれでしかない。安田さんとのコラボ可愛いです。あ、もう食べに行ったの、安田食堂さんにゴーってそう、あのね、ちょっとさ、それずっとなんかそう配信とかで、ね、なんかこうどう言ったらいいのかね、ちょっと分かんなくて、なんかさ、いきなりさ、なんだろう、好き好きって言ってもえみたいになっちゃうじゃん。で、個人的にはそのラストアイドルっていうものを知った時、アイドルさんを知った時に一番私の中で好きだったのが安田愛理さんだったので、それであの11月10日ぐらいにお店がオープンしたんだけど、それで行きたいなって思ってそれであの行こうとずっと思ってて、で最初はじゃあちょっと一人で行ってみようと思って、今度はメンバー連れてくっていうことを約束して行きました。干物がめっちゃうまかった。ゆきさんハート100個ありがとう。今日あれだよ、あのもぐもぐしてるから全部のコメント読めないかもだけど、よかったらたくさんコメントしてね。一応目には入ってる。シャネルさん日星ありがとうございます。ゆきさんハート100個ありがとう。ハート100個。予約したの？あ、そう、安田食堂予約していきました。なんか電話、お昼ごろ電話してめっちゃ午後に行ったんだけど、なんか面白かったのがねこう予約しようと思って電話かけたの。そしたら愛ちゃんが出てくれたのね。でそれで、あ、お忙しいとかすいませんって言ったんだけど、私があの自分のこと名乗るの忘れて電話番号を言わずに電話切っちゃって、で愛ちゃんも愛ちゃんで電話番号を聞いたりとか名前聞くのすら忘れちゃって、あ、一名様ですねって、かしこまりましたとか言って、お待ちしておりますとか言って切っちゃったの、私とか2人揃って何も考えずに。でそしたらそう、本番普通に会った時にあ、そう予約の話になって、ですごいあれだったの。なんかそういえば2人とも名前を言うのを忘れて寄せたけど、よく予約の席取ってたよねっていうか、いろんな話をしてました。あとはそれこそオーディション、私のオーディションとか、ラストアイドルの時のオーディションとか、なんか世間話してた理由の関係者パスそうここに飾ってある。ここに見て、木月直って書かれてるの。しかもね、まだ高根のなでしこじゃないの、ジェイドルオーディションって書いてあるの。ジェイドルオーディション枠で多分ディフのやつ撮ってたから、高根のなでしこじゃなくてって感じです。このアバター安田さんが描いた絵なんだよ。キュンキュン、そう、私もこの絵欲しいんだよね私も欲しいんだよね。ドゥ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 、安田食堂行ってくれてありがとうございます。いや、もう本当に行きたかったから超嬉しかったです。100回訪問やった。え、たくみぐさん100回訪問、私の部屋に、ここに100回訪問したのか。おばんです。おばんです。大好き。腹筋割りましょう。そうだよね。腹筋割らなきゃ、もう最近お腹がプニプニしてる。最近お腹がプニプニしてきたの。
なんか別にさ、大丈夫っちゃ大丈夫ではないや。でもお腹プニプニしてきたからちょっとやばいの。小学校の時は腹筋ちゃんとシックスパックだったのに、おかしい。もぐもぐしてる選手めっちゃ可愛いです。もぐもぐぴょんちゃんにも会えてよかったねって。いや本当によかった。キズキと飯した。だから私キズキと飯しようと思っても、今あれなの、ハッシュタグキズキと飯。あ、私まだしてないな。なんか写真のやつ持ってないの、自分の写真のやつ持ち歩けなくて。生写真はあるけど、まだあのケースを買ってないんです。申し込んだよ、ニコちゃん申し込んだ。レイクちゃん、ナオちゃんと誕生日に会えるの確約されてるの幸せすぎる。ハートハートをつなげる。テリテリテリ、ちょっと待ってね。ハグパパさん、クマのやつ10個ありがとうございます。レイカさん、 I love you I love you。 シュンピーさん、めっちゃあれだ、あれ何これ、ね、雪の結晶だ。雪の結晶くれてる、ありがとうございます。たっくん、雪の結晶ありがとう。たっくん、ちょ、キズキ今日はねのんびり喋るよ。キズキ今日はのんびり喋るよ。ゆきさん、アイスありがとうございます。自動じ、何今自撮りでいい感ある、本人だし自撮りでいい、私が自撮り、ダメだ、脳内動いてないかも、私が、ごめんごめんなさい。黄色い全身タイツ笑った。そう、黄色い全身タイツはよかったら皆さんも私を応援するときに着てみてください。着るとき教えてね。私も全身タイツできたらやりたいな、できたら。キズキと飯は本人の自撮りで済むって話。あ、そういうことか。確かに私とご飯を写しとけば本人登場。レイトさんこんばんは。あ、レイカさん炎ありがとう。ももはちさん、雪の結晶ありがとうございます。レイトさん、めっちゃ雪の結晶ありがとう。キズキと飯じゃなくてキズキが飯になっちゃう。そう、私食べられちゃう。私が食べ物、ほっぺぐらいは食べれるんじゃない、もちもちしてるから。ほっぺももちもち、みんなももちもち、もち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 、うん、キズキは飯、私のほっぺ、たこ焼き、うん、たこ焼きです。雪見大福の擬人化。雪見大福の擬人化、これから雪見大福の擬人化って呼ばれるのか。顔が丸いんだよ、プニプニで。なおちゃん今日も可愛いね。今日はここに蝶々が3つついてんの。あ、中さんハートありがとう。ハート100個受け取ってよ。自撮り。もう地べた歩いて撮りないよそれは。ひーさんのそれは地べた歩いて撮りイコール鶏ないよ。鶏や。今我が子がうどんの中に沈んでる。卵ちゃん、ほっぺもらいます。ほっぺかじらないでください、痛いです。雪見大福の擬人化です。雪見大福の擬人化かわいい。エリカさんもかわいいと思ってくれて、雪見大福推し、みんな雪見大福大好きだね。コン選手、コン選手、あ、こんばんは選手ってことか、コン選手、こんちくわ。
丸いとこが好きです。丸まるまるもりもりみんな食べるよ、つるつるテカテカのうどん、焼きうどん鍋焼きうどんなうだから、山本さんかわいい、ありがとう。なずなさん、はじめまして。はじめまして、どうも、もぐもぐしてるけどこんにちは。コメント素晴らしいと思います。わっしょい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 。雪見大福食べるときともぐいになるんですね。ともぐいしちゃう。これからじゃあ雪見大福を食べるってときはちょ忘れてなければ、じゃあツイッターにともぐいって出すね投稿しとくね。家にさ、すごいアイスがたくさんあるけど、最近アイス食べてないな、私が。グラコロは食べてないの。グラコロまだ食べてないな。もう今年もうそんなグラコロの時期か。グラコロの時期だグラコロの時期だわ。そっか、もう始まったのか、グラコロ。グラコロな、キャベツ入ってるでしょ。キャベツ抜きにして食べなきゃいけないやつだ、グラコロ。わしわしってくれてありがとう。中さん、ハートを心を込めて500個、ジンジンジン、500、500個受け取った。伝われ。ひづき好きなので雪見大福好きになります。雪見大福も好きになってね。うまいよあれ。ニッキー、 I love you I love you I love you Get you。 おすすめのアイスある？おすすめはね、おすすめは、パッと思いつかない。パッと思いつかないな。おー、あ、バニラミルクミルク味。グラコロ11月30日かららしい。食べたことない。え、食べたことないの？ぜひ食べてみて。うまいよ、キャベツ抜きにしたら。キャベツ抜きにしないと私は食べれないからさ。ぜひキャベツ抜きグラコロ食べてみてね、みんな。可愛くてごめん。60万回おめでとう。こんなに早く60万回いくと思ってなかった。え、60万回いった？ちょっとツイートしなきゃ。ありがとう。60万回、早い。ありがとうございます。皆さん再生してくれて、毎日私も毎日再生中。杏仁豆腐のやつじゃないの？杏仁豆腐はだって杏仁豆腐ってものだから、まあアイスもそうですね、杏仁豆腐です全てにおいて杏仁豆腐、全部杏仁豆腐です。アイスもムースも餅も全部杏仁豆腐味が一番。たくみぐさん、 I love you、 ありがとう。 I love you、 チュンチュンチュン。なっかーさん、え、なにこれすごー、なんかすごい。アワード2022輝いちゃって、キャーン、日付輝いた。アップドアップ、右目披露ありがとう、ありがとうございます。ジャイアントコーン、ジャイアントコーン、ジャイアントコーンってなんだっけ。うん、でも絶対知っててうまそうなやつだな。ジャイアントコーンはすごく聞いたことがあるな。なんだっけ。うん、うん、
可愛くてごめんがおすすめに出てきて気になって見に来ました。え、もしかして配信一番最初私私か、私ですか、私ですか、気になっちゃう、気になっちゃって、安田さん私ですか。一番最初に私の配信来たとしたらちょっとこんにちはって感じで、一番最初にクセ強めのところから来てしまった。阿部ななみさんどうでした。阿部ななみさん身長高くてすごいスタイルが良かったの。チョコモナカジャンボも好きよ、ぴょんさん。え、ということはチョコ系が好きだってことだ。チュン、可愛くてごめん。ひなたまちゃんの次です。ひなたまちゃんの次だって、いいところから言ってるね。最高じゃん。ひなたまちゃんも会話がねものすごく面白いから、可愛くてごめん。うん、チュッチュッチュン。シャネーさん、日暮さんありがとうございました。クヨンさん、雪の化粧ありがとう。ゆきさんハートありがとう。ティッティティティ。シャネルさん、あ、パン。ありがとう。クマ、天使クマです。一番最初気づきました。そう言ってもらえてありがとうございます。二番目でした。これからよろしくお願いしますね。ズナさん、さん、さん、さんです。チャンネルさん、あ、虹かかった。ありがとう、ありがとうございます。ティティデ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 ィ、ジャイアントコーンは円錐を逆にした感じのやつよ。円錐、円錐、円錐を、円錐を逆にしたやつ。ああ、わかったわかった。ピンときました。ピンときたピンときた。通りでジャイアントコーンは円錐を逆にしたやつです。自分は一番目にして得した。一番最初、こんにちは。ニキ、ストーブありがとう。今ついさっきまでストーブ炊いてたんだけど、ストーブってさ、ゴーってなるの分かる、ゴーって。だからさ、うるさくて切ってしまった。ポチッとなって押してしまったの。ティムさん可愛い、ありがとう。ストーブのギフト寒そうな子にあげるのかって。確かにストーブのギフトってどうなの。でも私今日すごくあったかいよ。なんか裏着物なの、ほら見える、伝わる。 TM さん、日暮ありがとう。あっ、ティ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 、タヌキいる、タヌキちゃんだ、タヌキさんだ。ハットありがとうございます。継承もありがとう。ユキさん、アイテムありがとう。サネルさん、ひよこありがとう。ひよこじゃない、ありがとう。つかささん、雪の結晶ありがとう。雪の結晶が出てこない、困ったもんだぜ。俺はラッサー以外の高猫メンバーの配信はキズキ選手が初めてだった。なるほど、キズキ選手、選手って呼んでね、みんな。これからも選手呼びは不滅だ。チッティ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 チゲ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 。あ、ねえ、面白いね、歌があるの。歌があるのとか言う。歌があるの。ちょっとね、昨日か、うん、分かった、忘れちゃったけど、昨日か一昨日ぐらいにお出かけしてたの、家族と。で、家族とお出かけしてたんだけどね、その時に、なんと、会話が盛り上がった内容がね、その私が Bluetooth で、車の中に、音楽をかけてたの、ポチッと。で、その時にね、大黒摩季さんの、あなただけ見つめてるっていう曲をね、流してたのね。で、そっからなぜか知んないけど、ストーカー系の話になって、ストーカーの話になって、で、弟とね、前ね、ストーカーの歌っていうのでね、盛り上がってたの。ストーカーって曲、ストーカーの歌っていうので盛り上がってて、二人で、兄弟二人で。で、それで、マミーとパピーに、え、ストーカーの歌っていうのあるの知ってるっていう話から、ずっとねストーカーの歌を歌ってました、車の中で。三丁目三丁目っていう
わからない方はぜひ調べてください。カラオケにあるのかな、面白そうだから後で歌ってみようかなと思ったけど、調べてみよう。ストーカーもだないか、さすがに、さすがにね、あったわあったわ、ありました、びっくり、私もびっくり、みんなもびっくり大ちゃんこんばんは、こんばんは、わしゅわしゅい、大ちゃんフォローしてきてありがとう。やばくない、歌って歌ってほしいって、あの歌地味に怖い、あるのか、本当にあるけど、え、そうあるのよ。でね、ちょっとびっくりしちゃって、本当に本当に、でもうまく歌えるかわかんない、聞いてたけど、もう超面白くて、昨日その会話をマミーとパピーとしてて、弟と盛り上がってたなっていうので、いろいろ思い出したっていう話です気になるストーカーの歌。え、でも本当にさ、ストーカーとかはさ怖いから、みんなしちゃダメだよ、みんなもしちゃダメだし、私もしちゃダメだよ、私監督のストーカーになっちゃうかもしれないそれは危ない可愛くてごめん、好き、可愛くてごめん、人気ですね、ありがとうございます。可愛くてごめん、可愛いもんね、私も好き、とても好き、わかる、わかりみが深み、わかりみが深、深み沢、深み沢小吉、生麦、生米、生卵さんフォローしてくれてありがとうございます。生首、生米、生卵、てててビーコーキャット、キャットラミコさん、はじめまして、はじめまして、どうも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 くんのモノマネ、てて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 て、食べたら、調べたら、阿部真央さんの曲なんだ。そう、なんかもうびっくりなんだけどね、なんかね、そういう曲なの調べるの早い、ニキ、生首っていうのつい生首、生米、生卵が出てしまった。可愛くてごめん、本当に可愛いので許す、可愛くてごめん、歌えるかはわからないので、ノリでいきます親から電話来て帰ってきたら実況めっちゃ変わった、え状況めっちゃ変わった、ストーカーの歌です歌えるかな、職員室の連絡も Jump!
家っていう歌詞です。三丁目、三丁目。こういう曲なんです。三丁目の人は怖い。まあこういう曲なんですよ。山頂、あなたの山頂、うなにストーカーの歌です。山頂目、山頂目、見上げればほら愛しい愛しいあなたの家。山頂目、山頂目、うろうろしてた会えますように。会えますように、あなたのすぐそば。山頂目、うろうろしてるよ。あこういう曲なんですね。つまりはこういう曲なんです。超面白くない？もうこれが大好き。おもろい、すごく。パチパチ、いろいろさん、パチパチありがとう。初めまして、マシュマシュ。中さん、あ、クマケーキありがとう。そろそろピンポン押すんじゃねえ。みんなの家にキズキがピンポン、ピンポン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 。ストーカーしちゃダメだけど、ストーカーしちゃダメですよ。犯罪です、犯罪ですが、犯罪はしちゃいけませんからね。これはあれです、注意喚起動画です。これは注意喚起動画ですから、皆さん。なーちゃん大歓迎。私が大歓迎されちゃった。パーティーしてくれる？パーティーしよう。じゃあ選手が来るのはご褒美やん。みんな選手が来ちゃう。選手が、あなたの一家に一台選手。一家に一台、あなたの家にいかがですか？お値段なんと10億万円。思い合いかかっておいで、思い合いかかっておいで。かかりに行く。かかりに行く思い合いを。来てほしい。飛んで行きたい、飛んで行きたい、飛んで行くよ。飛んで行くつもり、つもりなだけだけど、つもり。俺1丁目だからよかったわ。いや、山頂目に住みたくないんかい。選手の大歓迎。選手行っちゃうよ。選手ストーカーはしないよ。ストーカーはしないけど、あのほら、ちょっと愛が重めだから、ちょっとストーカー気質かもしれない、実は。えしよう、え行っちゃう、みんなで。パーティーしちゃう。私なおちゃん、あ、今あなたの後ろにいるの、それはメリーさんだよ。プルプルって電話かけるね。じゃあプルル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 、へい、もしもし、今あなたの後ろにいるんだけど。あなたの後ろにいるんだけど、どうかな、どうかな、どうかな、くるみちゃん、マイメロなんだけど。釘刺されちゃった。呪ってる、呪わない。ねえ、選手ってもしかして可愛い？どういうこと？もしかしてだけど、もしかしてだけど、選手って実は可愛い？サンタクロース変身、バン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 、ジャンジャジャン。セーラームーンを見てるから、最近セーラームーンの BGM がつい、ジャンジャ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 ンジャンジャジャンジャジャンジャンジャンジャカジャカジャ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 パパパセーラメン、あ、セーラメン、サンタクロースとは。なおちゃん、かわいい、ありがとう。小さくして携帯したい、お湯かけたら戻る感じ。あ、そういうこと？うー、あるよね、おもちゃでこうちっちゃいやつ、ちっちゃいやつあるよね、水つけたら大きくなるやつ。一家に一台、なおちゃん大量発生、たくさんいっちゃうよ、みんなの前に。ちょっとうざいかもしれない、ちょっと一家に一台、あの帰ってきたら私がいるんですよ。うるさいかもしれないけど耐えてね、試練だよ。みんなの試練。
選手の思い愛歓迎、選手思い愛どんどん届きちゃう。チェリーちゃん、クマありがとう。大ちゃんもめっちゃ笑っとるやん。いいね、その笑いは重要だよ。レイクちゃんもその笑いは重要だ。わらわら重要。陽気なメリーさんよ。あ、でもあれが怖みがないか。確かに全然怖くないね、ヒーさん。確かに怖みをプラスしていこう。あ、なんかさ、これあのペンギンついてる。これかわいい。ここに泳ってるから作っとこう。ありがとうございます。ペンギン、ペン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 。これペンギンの口、これもペンギンの口。会話してます。うるさいぐらいがちょうどいい。うるさいぐらいがちょうどいいって言われて。あ、ナッカイさん、ペンギン、これ重なってるからちょっとあれだったの見えなかった。あれだ、ありがとう。ペンギン、お二つだ。お二つペンギン、おちペンギン、今日もお疲れ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね、本当にありがとう。ディ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 、これは書くかわいいから、これ2個ありがとう。ちなみに俺の友達は3丁目に住んでる。友達をもしかして木月に今売ってる。なおちゃんから電話からです。電話、これちょっと怖いバージョン。ちょっと BGM 切ってリアルホラーね。ガチャ。あたし、なおちゃん、今あなたの後ろにいるの。ほら、振り向いてみて。誰もいないでしょ。バイバイ。怖いね、これは怖いね。だってあなたの後ろに誰もいないんだよ。恐怖だね。恐怖だ。向井三丁目住んでたわ。三丁目住んでた、惜しいね。三丁目だったら、ちょっともしかしたら私がバーッピンポンしまくってたかもしれないのに。ピンポンダッシュ、三丁目全員ピンポンダッシュされるから私に。選手今日もお疲れ、今日も偉いか、ありがとう。ガチャのいいかな。ガチャ、あのちょっとワンピース風ね。でんでん虫のあの電話みたいで。かわいい。誰もいないんか。誰もいないんだよ。恐怖でしょ。あなたの後ろに誰かいるっていう風にちょっとぼっち回避かなって思わせておいて、誰もいないんだよ。恐怖だ。恐怖でしかない。私はぼっち一番嫌いだ。寂しいから。癖強いけるかも。癖強めで今日もお送りさせていただいてもらってすいません。可愛さもう少し出します。プレゼントフォーユー可愛さ。実は三丁目だったり、え、ひーさん実は三丁目だったりしちゃう。言ったらさ、可愛い、ありがとう。いたずら電話、え、いたずら電話だと思われてる。つかさん可愛い、ありがとう。ありがとう。あ、チェニーちゃん、チェニーちゃんめっちゃハートありがとう。めっちゃありがとう。イエーイ、ハーチャピンポンです。3丁目の皆さん、私にピンポンダッシュをされるかもしれないので、あの用意しといてください。あの木刀で木刀で対峙する感じで。でも私叩かれるの嫌だから、ちょっと息量を送っときますね。息量で同時ピンポンダッシュ。一気にピンポンって押されるから、あの近所中がもう一気にピンポンの音ですごいことになるから。怖いって、面白いでもやん。いいよ、怖いよ、ぼっちだよ、やだよ、怖い怖い。私は今年のクリスマス、高猫メンバーと皆様で一緒に過ごせるので、クリぼっちクリぼっち言ってる人は言わないでください。私と一緒に過ごすんだから。でもちゃん、貧乏なしされた人生だった、大丈夫、きっとあなたのところに生き量は飛んでいきます。
一応はいつでも飛ばせるつもりなんで、一応出し方、一応出し方の癖、ここら辺からちょっと出てくる。待って10歳になります。25日でレイカさんハート100個受け取った、ありがとうレイカちゃん、ありがとう。ハートでハートを3丁目に引っ越します。なるほど、3丁目に引っ越してもらって引っ越し代すごそうだね、頑張ってね、応援しとくね。すごく3丁目に引っ越しちゃう、みんな引っ越して、3丁目の物件が全て埋まっちゃうかもしれない3丁目の物件全部埋まるから、3丁目を今買い占めた方々はみんな監督安田は僕と振り回してたよね、盾やってたよね、何人も。私は盾はちょびっとしか、数ヶ月しかやったことない。今一般受付、まだファンクラブ先行受付、あれファンクラブ先行受付だっけ、でもね二次選考が始まったんよ、ファンクラブの方だっけな、やばいな。詳しい詳細は高野なでしこ公式ホームページまたはツイッターでかわいい、ありがとう。疲れ全部吹っ飛んだよかった、ハイタッチ。クリぼっちって言わないけど、イベント前とあとガチでぼっちだから、えそれはぼっちじゃないよ、私がいる、私がいつもそばにいるよなんか今さすごい怖い系の話してたからさ、ちょっと怖い感じになっちゃった。私がいつもあなたのそばにいるよ、あなたのそばにいます、隣で寄り添わせてもらって、ちょっとこううねうねしながらで肩らへんにこうしとくから肩らへん、あのレイケさんの肩とか監督の肩にこうしとく首痛めがち首痛め、ここらへん痛めるときは私じゃ逆にこう後ろにこうやってやっとくねしたらここも全体的に首が痛くなります。3丁目に引っ越してピンポンダッシュします。おおピンポンダッシュをするんですかピンポンダッシュするならせめてあの迷惑かかる、近所迷惑かかっちゃうので、あの私の家でお願いしますテロップもぐもぐ中だけど、もうもぐもぐ終わったの、あのね終わってなかった盛り上がってた、全然盛り上がってました。食べます。全然ね、鍋焼きが熱かったからね、まだあったかい。4-667に来てください4-667、みんな住所は大切にしてくださいねピンポなししてもいいけど、オートロックだし監視カメラあるからなおちゃんをするよ。あれえ、でもちょっと待って、やばい、あのいたずらで通報されちゃうかな通報しないでください。どうかお願いします。一般までよ、一部は FC 限定、二部は一般先行です。あ、ナイスありがとう。なので今まだファンクラブ入ってないよっていうそこのあなた、買えます、買うじゃない、何まだ申し込めます、抽選なんで。三丁目そうなんもう本当にみんな監督全員買っちゃうから、なおちゃんパワー癒された、なおちゃんパワービーム、あのミクルンビームみたい、うん、メンバーのミクルンビーム、こうね、ミクルンビーム、私のビーム一部はファンクラブ、二次選考、二部は一般選考なんです。ひーさんもありがとう、いつもそばにいるよ、かっこストーカーにあーもう肩にこうやるのはマキノか、マキノ癖強めだからね、こうしてね肩にこうやった後にすぐここも上がる時もね、キレをよくこれが重要ポイントです。ででそれは嬉しい、喜んでもらえてハッピーI'm happy
ピー、そうハッピー。なおちゃんのために両肩上げとく。ほんと両肩上げといて。なで肩だよって方はこうやってこうやって肩を上げとけばなで肩解消です。ずっと動いて喋ってませんし、ずっと動いて喋らせていただいて、ご飯も食べさせていただいてすいません。吉田さん、かわいい、ありがとう。まだ生焼きうどん残ってたの。そうそう、汁が必要。大丈夫、あのね、全然ね、うどんも全然伸びてないです。うん、今から FC 入っても無理ですね。あれ今2時だから一般だから先行ってことだよね。クリスマスライブナイス宣伝。クリスマスライブぜひあなたも私選手の誕生日をぜひ祝いに来てね。一応生誕じゃなくてクリスマスライブだけどねクリスマスライブの方をメインでよろしくお願いします。気づき的にはクリスマスライブの方メインで。セキュリティセンターには気づき選手は見逃してくださいって、あ、監視カメラに選手が映っても選手だけは見逃してくださいって頼んでくれる頼んでくれる。ずっと動き回ってます選手、ずっと動き回ってます生写真届いた、え、生写真が届いたそうです。皆さん、ということはみんなもう発送メールみたいなの来てもう届いたってことか。で、やったね、やりましたね。選手サイン入れてくれたよね。どういうこと、選手サイン入れちゃった、届いたの、やったね。大好きチューティションサチューチュー。なおちゃんとなおちゃんのお誕生日に初めましてできるの運命では、は、私と初めましてできる運命を感じて。誕生日麺が汁吸って食う前より量多くなってそう。え、でもね、聞いて、うどんの太ささ、さっきとさ、そんな変わってないんだけど。だってもともと太かったんだもん、幅1センチから変わってないよ、あれニニミャン、キキありがとう。このなんだっけ、プッシュドノエルみたいな名前のケーキ、プッシュドノエルじゃなくて、プッシュドノエル、プリプリュプリプリュじゃねえよなんだ、もうまあそういうケーキ、うまいよね。ストーカーの歌、俺も覚えよう。みんな、みんなストーカーの歌を覚えて、ストーカーになっちゃダメだからね。犯罪は良くないよ。これは注意喚起動画だから。あくまで。あくまで注意喚起動画ですから。ニキフライさん、ヒークナイスアシストありがとうございました。ありがとうございました。2部はどなたでも申し込めるので、ニッキー、ニッキーこれありがとうね。ヒーさん、11月20だから 今からファンクラブ入ってもう1部は申し込めないけど2部は申し込めるってことだね。ヒーさん、そこのあなた、申し込まないと気づき選手が呪いに行きます。もぐもぐ選手かわいい、もぐもぐタイム、うん、あのもぐもぐとかそういう関連の話題が上がらないと食べ物を食べるの進まないよ。ありがとう、ケニーちゃん、煮込みうどんかい、うん、そういう感じ。なんかうちのおばあちゃんは鍋焼きうどんって言ってた。煮込みうどんと鍋焼きうどんって何が違うの、一緒か。うどん食って
もうすぐ1時間。やべやべ。たまに来るズルズルタイムが思う。定期ズルズルタイム。ズルズル引きずってるからズルズル引きずってるのか。納得。道理でズルズル いろいろ長いわけだ。いいすすり音や。うどんとラーメンとそばとなんだ、わかんないけど、そういう系はやっぱすするしか。東京人でどうやって時間欲しいなっちゃってわかんない、読めなくなっちゃった。ガチで悩んでる。悩み事は解決したいな。みんなもレイカさんの悩み事を解決しよう。自分時間潰すかガチで悩んでるかな。夜の部は一般で申し込めるからね。2部の夜の部は皆さん申し込めます。誰でも。誕生日配信はしないの。できればしたいけどライブだもんな。クリスマスイベントがめっちゃあるから。できたらしたいって感じだから。 24ぐらいかな。あとそう、12月25日の0時くらいにちょっとあげたいね写真があるから、みんなはぜひリツイートしてね。もう先に言うと、もう24日前の今日から言っておく。宣伝中。キズキナオ爆発ライブに名前変わる可能性ある？キズキナオ爆発ライブには名前変わる確率はないな。イベント、クリスマスイベント、でも私クリスマスイベントがいい。クリスマスイベントでお願いします。10セットだから誰かサイン入れてくれたかな。あ、そういうことね。まだ開けてないか。入ってるといいね。開けて。じゃあお友達を連れてこれる可能性があるわけだ。2部の方はぜひ、そこのあなた一人で不安な方はぜひ2枚申し込んじゃって、2枚申し込んじゃって、まあ一人私を呼ぶって一人一台ほらあるわけじゃん。ほうとうですか。ほうとうって何ですか。うどんの種類かな。ほうとう、これ何なんだろうね。すっごいやつだっけ、太いけど、トゥ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 。それだけ太いと少し冷めても美味しそう。全然美味しいよ。で、まだあったかいんだよね、これ。あ、ブッシュドノエルだって、さっきのケーキは。かわいくてごめん。60万回再生。パッションさん。キュアパッションっていうプリキュアいました。パシモンさんありがとう。教えてくれて、おめでとう言ってくれてありがとう。ドゥ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 。キズキを怒らすと怖いぞ。来るしかないぞ。そうだ、キズキを怒らすと
呪われるから。で、呪いに来てほしい。呪いに来てほしいの。特集。さすがだね。さすがだ。ナッカーさん、さすが。さーてと、大田須セリさんのストーカーと呼ばないでの歌詞も面白いので、スクショット。呪われないために2分を申し込むんだって。ディ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 。こんばんは、ゆいさん、こんばんは、わっしょいわっしょい。ディ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 。クリスマスイベント、あとは現場にたどり着くだけ。どうする？船にする？飛行機にする？それとも新幹線？本当は山梨の名物。山梨の名物か。やったまサイン来た、おめでとう。サイン来たって。ほうとうって山梨の名物なんだ。 TM さん、へえ、山梨で食えるんだ。山梨の食い物です。もぐもぐなおちゃんかわいい。もぐ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 。そう、こういう文字を見ないと食べ物も進まないっていう。リリミョン、かわいい、ありがとう。トラウトさん、アヒル、ありがとう。超えたら仕事終わったらしいです。運転中だけど、運転終わったら見に行くって。さすが、素晴らしい。運転中はね、見れないもんね。飛行機、ホテル予約しました。お、完璧ですね。あとは私が待つだけだ。デッケさん、結婚して、結婚していいよ。なんだっけな、なんかのさ、なんかの知ってますか皆さん。なんかのね、なんかね、なんだっけな、切り抜き、まあ、なんか切り抜き系の動画でね、なんか全然他の人なんだよね。なんか結構いろんな人が、いろんな方が、なんだろう、結婚してとかいう返答に対して、え、無理ですとか答えちゃうの。ね、なんで、あなたまだ結婚してないでしょ。だから私は、OK って言っとくわ。ほんと美味しいから山梨行ったら食べてみて。馬刺しも食べれるならおすすめ。馬刺しね、うまいよね。馬刺し、なんだっけ、美味しすぎてうちのマミーが買ってた。家でこの前も食った。さすがに歩きは無理だ。歩きで来ようとしてたんか。歩きは強いですね。歩きはね、何時間かかるんだろう。でもあれだよね、スマホで調べて歩きでこうかかる距離って、休まずであのさ時間なわけでしょ。高猫ちゃん全員可愛いから開封式ドキドキする。ドキドキでオープン、ダーン、ピカー、グッズが光る。トモさん、結婚して、オッケー。ルバさん大好き。今日の AI 誰か分かりませんでした。私がツイッターに上げたりファンクラブで上げた写真を、あれです、 AI のイラストメーカーなのでイラスト化してもらって出したので、あの絶対分かる人には全部の写真が、あ、この写真がこれだとか分かるはず。FC の選考受付で当たらなかったら一般マジで当てたい。当たらなかったから一般マジで当てたい。当たれ、一般で行くんだ。氷結さん認めまして、なおちゃんに前相談したら歩きで来いと言われました。でも諦めました。いや、あったね、あったあった。でもそうね、歩きで、まあ最悪歩きだね。最悪歩きやけど、ちょっと大変そう。気遣っちゃう。気遣うね。歩きで来ることも可能。まあ最悪。え、選手結婚してくれる？わい。既婚者だけど。既婚者って読み方で合ってる？既婚者って何？私、今日面接終わって安野の選手の配信見るのもできて本当に嬉しい、幸せで、え、面接本当にお疲れ様。
本当にお疲れ様。大学のあれだよね。お疲れ。お疲れ、カツカレー。ダジャレ覚えてって。お疲れ、カツカレー使って、いつでもどこでも。こんばんは、エボルタさん。こんばんは。こんばんは。わ、わ、わ。何し始めてんの私。もうすぐ仕事だから応援してほしい。頑張って、頑張ってください。ここに力を込めて、なんかあったら右手を使うんだ。バーンって。マー君こんばんは。既婚者はすでに結婚してる人だよ。すでに結婚してる人、結婚してる人は結婚できないよ。ティマさん、結婚して、結婚して、あ、ありがとう、教えてくれて。カーモン海だ、あたりで多分倒れる。どこかわかんないけど、あれだ、海の近くで倒れちゃうってことだよね。倒れないでね、歩きだったら。ちょっと倒れてほしくないから、じゃあ飛行機で、ナッカーさんは飛行機で。お願いね、待ってる。気づきは待ってます。いつもありがとう。リニュー、虹星ありがとう。やばいやばい、大変大変、変態だ、やばい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 、変態だ変態だ、やばいやばい、バッテリーがなくなる、タブレットの。あぶねー、セーフセーフ。みくらさん今日もえらこありがとう。筋肉のはずパワー。ひろぽんさんこんばんは。なおさん3周いそった、え、おめでとう。私3周いそったって、大きな拍手。12月はレポート提出、実習、レポートテスト、バイト、フリーライなので最後の幸せのために頑張ります。え、頑張って、本当に応援してるよ。頑張ってね、レポート提出。すごいすごいな、やることが多い。やることが多い、すごく頑張って。私も負けずと頑張るぞ、頑張ってやる。25日にいいパフォーマンスをしてやる。負けずと、うちは協力して戦っていこうな。監督、監督と私たちは、私たちと10人は協力して世界と戦っていく。何を戦おうとしてる、宇宙戦争始まっちゃう、やばいやばい。チッ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 チ、これは結婚チャンス、チャンス、なんだっけ、チャンス。チャンスで何も思いつかなかった。いつもは出てくるのに今日出てこなかったな、もう。チャンスから連想されることが出てこなかった。悔しい、ラストチャンスしか思いつかなかった。This is a chance, this is a chance, no last chance っていうやつしか思いつかなかった。サイちゃんサイも来た、おめでとう。可愛いよね、高猫のサイ。みんな選手は12月は忙しいのって。12月25だってあれでしょ、 ライブのそのクリスマスイベントがあるでしょ。練習しなきゃ。昔の人は枝豆で歩いていったから大丈夫だと先輩には言いました。確かに、あれでしょ、江戸から大阪の方のほらとこまで行ってこう帰ってくるやつよ。江戸の織田信長とかあの辺の時代のやつ。なおちゃん味方にいてくれるなら頑張れる。うん、私がずっと味方。私が味方だ。私たちは味方なんだから。私たちは味方です。アタックチャンス。アタックチャンス。今がアタックチャンス。アタックしよう。ゆきさんかわいい、ありがとう。えいきさんフォローしてくれてありがとうございます。キュンです。
やばいやばい。やばいやばい。箸の使い方忘れた。ラストチャンスのノンスタイルのネタのやつ、あれおもろい。そう、よくわかったね。そう、あれしか思いつかなかったの。ノンスタイルさんのネタです。そう、それがね、それしか思いつかなかった。マジでなおちゃんと結婚したいです。結婚、私と結婚、私の胸に飛び込んでおいで。じゃん、ガンガン。まな板ぐわ。そういえばまだご飯食べてなかった。そういえばまだご飯食べてなかった。鍋焼きうどん作ろうか。ちょっと鍋焼きうどんは作れるかちょっと私は不安だけど、オムライスならきっと作れる。もうすぐ冷め始めてる。うどんをどうぞ。栗大おし、栗大でおしタオルとか販売してほしいな。クリスマスライブでおしタオル。おお。そういえば奇跡なおのタオル確かにあるけど、もうあれだもんね。まあ売ってないんだよね。クラファン限定のやつ。まだ推しグッズがねないんだもんね。私も持ってるのまだ1枚しか自分のやつ持ってないからな。あげれない。どうしよう。まだまだ食べてたの。地道に食べてます。あと少し、あとね 1,2,3,4,5,6 本、6本ぐらい。ずっと食べてね、ずっと食べてます。もぐもぐ配信なんでね。でうどんだからずるずる引きずってずるずる過ごしています。今日昼はずっとノンスターのネタ見てたからね。ノンスタイルさんのネタ私も毎日見てます。もぐちゃん見てか、もう一回うんダメって言ってほしい。え、結婚、結婚ダメって言ってほしいの。しょうがないな。じゃあニキ結婚してありがとうね。このアイテムは結婚して、うんダメダメ、かわいさゼロ、ダメダメだよ。私以外の結婚はダメだよ。そっちのダメ。オムライス大好物。オムライスうまいよね。私も今日の昼食べたの。あーんあーんあーん、はい、あラビアキューロンって入れるだけじゃない。え、絶対違くない。シール何これ、おつゆ、おつゆとか作んないと。美味しかった、美味しかった。めちゃくちゃ太いやつうまそう。いいでしょ、いいでしょ。今あと5分ぐらい、あと5分ぐらいのはず。あ、嘘、3本かも。うん、ちょっとこぼしちゃった。と神経グッズというグッズ持ってないか、クリラで何か欲しいね。売ってほしいね。今箱推し用グッズのペンライトとかしか売ってなかった気がする。前回は今全然売ってないんだよね。グッズ欲しい、グッズ欲しいよね。私もグッズ欲しい。自分のグッズ1個じゃ足りない。だってまだ保存版しかないんだよ。 T シャツも全部、タオルも1個しかないってことは保存版しかないじゃない。使用版はない。もこちゃんに4回結婚して送ったんだけど全部断られた。え、断られちゃったの。断られちゃったんですか。まあそういう時もあるさ。そういう時もあるよね。そういう時はこちら、じゃじゃん、私
ひいさん、にじもしありがとう。てててん。たけっくーさん、大好き。ちゅちゅ。てってってててて。アイス、そのまま画面外で食べる。違うの、なんかね、ここは高さがね、高いわけ。でね、こう、お玉をね、こう持っていくのはいいんだよ。持っていくのはいいんだけどね、これね、一歩間違えたらスープがポタッと落ちるんだわけよ。だから、ここまで持ってこうとするんだけど、スープがポタッと落ちそうだから、ここまでちょっと高くするのはかなり危険だという判断で、あの、下の方で食べさせていただいております。すき焼きつけてほしい。あ、すき焼きは作れる。私もアクッキー、アクスタ、アクッキー欲しい。そう、アクスタにもなるアッキー。あるよね。ありましたね。あれ。私もあれ1個しか持ってないんだよね。だから使用しようにも使用ができない。剣士の形したアラームはグッズに欲しい。え、私の形したアラームってこと？あ、スリーちゃんがじゃああれだね、何、あの、起きる時の目覚まし時計のあれやってたから、あの、こうセリフ、私もやろう。画面録画、今がチャンスタイム。画面録画、今がチャンスタイム。私のアラーム。ちょっと待って、セリフ考える。何、何がいい何がいいのかな。あ、中さん、結婚してめっちゃくれてる。結婚しよう。結婚しよう。結婚しちゃう。みんな結婚するんだ。パチクリおめめ。キュンキュンおめめ。結婚して、お、100個ぐらいこれくれてる感じ。わあ、ナッカーさんありがとう。スティレックさん、天使くんもありがとう。天使、天使、天使、天使ありがとう。ナッカーさんめっちゃ結婚してくれてる。結婚しような。野田さん、こんばんは。こんばんは。ももこちゃんの結婚してに対してのダメは面白い。結婚みたいにダメよ。ダメなの？どういう風に言ってんだろう。ももちゃんの結婚してのダメ、私まだ見れてないな。調べたら出てくるかな。おしめの名前のシリコンバンドが欲しい。もちろん色は担当カラーで。シリコン、あ、ここのあれか。ブレスレット。私あれが欲しい。シリコンバンドじゃなくて、ちゃんと普段仕様にいる感じの、何、シルバー系のブレスレットが欲しい。そうそう、あの、そこにちょっと地味にほら、あるやん、たまに。ブレスレットのそのシルバー系のやつにちょっと刻まれてる系のあれ。あれに、キズキ選手って書いて、キズキ選手。みんなそういうオシャンティーな感じで。りちゃんやってたあれで起きたことある。え、起きよう、私の目覚まし時計。やちさん、ハート100個ありがとう。ももこちゃんの配信で申し込んでみ、わかった。やちさん、ハートめっちゃくれてありがとうね。中さん、投げてしまってめっちゃ申し訳ないです。大丈夫だよ。大丈夫だよって私が言ってた。中さん、優しいもん。ででで。ダメはさっきやってた感じだけど、バリエーションが多いの。ダメ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 ってこと。お、目覚まし時計何しようかな。私はもし、ちょ、もぐもぐ配信はうちは終わったから、ね、ちょっと残ってるけど、ほぼ終わったから、ちょっとあれ、テロップ変えよう。もし木月選手の目覚ましがあったら、テロップを変えてしまった。ダメ連発かわいい。ダメでもいいって、いろんなダメダメ言っちゃった。ダメ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 、大人は何でもダメ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 。知ってる？これクレヨンしんちゃんの主題歌だったやつ。目覚ましい、目覚ましいなって、ほんとだ、目覚ましいなってた。目つぶしにしとくか。
よいしょ。目指しになってた。目指しになってたから目つぶしにしといた。シルバーとか金属アクセは仕事によっては禁止のところもあるか。え、そうなの？なるほどね。じゃあ確かにそしたらシリコンがいいのか。なるほどね。そうなんだ。リリミン可愛い、ありがとう。めっちゃ嬉しい。そりゃ嫌なもん着る、怖い。目覚まし関係なくないじゃん。ひづき選手、まあみんなじゃあここも画面録画して、ここのところはじゃあシュッシュッって消して、あの書き換えといて。書き換える、またはあのツイッターとかに載せるときに、あの上のところに目つぶしではなく目覚ましですって。クリシの主題歌懐かしい。ダメ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 、大人は何でもダメダメ。あれ噛むから大変だけどね、すごいここ耳に残るいい曲だよね。ててて、朝は来ないよ、朝は来ない、一緒、目覚まし目覚めなくなりそう。やばい。めつぶし今来た人何人かわからんやろ。みんな今来た人、今から木月選手の目覚ましがあったらっていう感じで、目つぶしがあったらというタイトルになっております。それでは、何だろう、セリフは全く考えてないけど、とりあえずやってみる。 BGM を消して、木月選手の目覚ましがもしあったらまで3、2、1、ピー、ジリリ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 、起きなさい起きなさい、ジリリ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 、起きないと目つぶし食らうぞ、ジリリ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 、パンチだパンチだ、うおー蹴り飛ばすぞ、うおー、ジリリ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 リ、まだ起きないのか、なぜだ、なぜ起きない、理由を話してみよう、私が一生懸命聞いてやろう、なぜ起きないんだ、なぜ起きない、そこまでしてなぜ起きないんだ、私が言ってるんだぞ、お、なんだ、お、喧嘩売れるのか、お、喧嘩する、喧嘩はしない、オッケー、仲直りしよう、じゃあ優しく起こしてあげるよ、起きなさい、起きてね、起きないよ、起きてよ、起きてね、ちゃんと起きてね、起きないと、プリプリしちゃう、プリ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 、ジリリ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 リ、終了、オッケー、これでしょ。完璧ですね、完璧。いやー本当にやばい、人の声って案外びっくりして起きる。思ってたの違う、え、思ってたの違うって言ってた。怖いそう、怖いそう、壊しちゃう、壊しちゃわないで、ただでさえ寒くて起きられないおちゃんに目つぶしをされたらやばいやばい、目まで見えなくなって起きれなくなっちゃう。長めの目覚まし時計だったらね、ほら起きやすいでしょ、今ので多分1分半くらいある、どれぐらい経ったかわかんないけど、ほらきっと使える。きっと使える。あのね、もまたもや北風太陽の北風の方。北風の、もう、こう風でね、風で仰いで、仰ぎに仰ぎまくって、こう、起きさせたい。起きないとないの。起きられない、起きないと、起きないと私が。起きるの嫌いや、起きるの嫌いや、ダメダメ。起きるの嫌いな、ダメダメ。いや、よかった。みんなが起きられそうっていう結果にいたね。みんなが起きられそうっていう結果にいたってよかった。今日のあれだね、もう切り抜きはここで確定よ。ここで確定だ。ててててて。
もう心地よく来てもらって、もう着れなくても来てもらって。こんばんは。友達とお泊まりとかしてる時になったら怖がられそう。あのちゃんと相手を気遣う心も木月選手忘れてないんで、ちゃんと起きられない理由があるなら話を聞くぜっていう感じのアラームにしてみました。全員目覚ましボイス選べるアラームなら欲しいね。全員の目覚ましボイス一日毎日書いてこう。毎日こうメンバーで10日で一周するから。メンバー全員の集めたらちゃんと10日で一周できるからね。優しく起こすバーもお願い。あ、はじめましての方、はじめまして。今、木月直なんですけど、木月直選手、目覚まし時計を作ろうの会を始めております。よかったら画面録画してってください。以上です。優しく起こすバー？いいよ。優しく起こすバーね。わかった。優しく起こしてみせる。どうしよう。優しく起こすね。わかった。優しく起こすバージョンまで。3, 2, 1, ピー。起きて、起きようね。もう起きる準備はできたかな？朝ごはんもできてるよ。できてるつもりだよ。起きてね。起きないと大変なことが起きるよ。起きてね。起きろ。起きてね。起きてね。起きるんだ。起きるんだよ。起きてね。起きて。起きてよ。起きて。以上でございます。カット。やばいやばい。つい脅しちゃう。やばいやばい。本当に。僕のツイッター友達で教育してくれる方が増えました。ご報告です。やったね。ありがとう。そう言っても。協力してくれるって方が増えてもらって、私は本当に中川さんありがとう。いいじゃん、本当できてた、できてた、いいじゃんいいじゃんって、やった、本当やった。できるものし、優しくしたよ、優しくしたのに。優しくした。数秒飲むの時間は何？それは優しいから、寝てるのをね、寝てるのを邪魔しちゃいけないとちょっと微妙に思ったから、ちょっと無で、ちょっとその数秒間だけちょっと寝させてみた。寝させてみたの。じゃ、無言の圧力じゃない、優しいから寝させてあげただけ。なおちゃんの目覚ましで他のアイドルと何が違う、いい意味で。あれ、他のアイドルさんってどうやってんの目覚まし。逆に私はリちゃんのやつは見たの。リちゃんのやつ可愛かったな。私もそれをイメージして今やったんだけど、おかしいな。もう中なの聞きたかったって。うわー悔しい。いやー難しいね目覚ましは。キルギ選手すぐ起きろって言っちゃうから口悪くなっちゃう。やばいやばい、汗先週ゆりふりふり。本当にさ困ったな、なはなは困ったなはなは。なでなで。キルキ選手の目覚ましは以上となります。優しいバージョンとちょっとキビーバージョン、どちらも使ってね、いつでもどこでも。よろしく。メリクリメリクリ、ちゃんとちゃんと使うんだぞ。ディディディ、あのリちゃんの配信、ただあれは大物前日だったなって。そう、あの目覚ましのやつは見たの、目覚ましのやつは見たんです。だから私もやりたくなったの。そういうこと。これは使うしか、使ってもらって。いやー、なんでだろうな、おろしげるつもりじゃないんだけど、おろしこういう人なのかな私は。あれあれ、こんばんは、こんばんは、あざらしおさん、こんばんは。今日も激川ですな、今日も激川ですな。朝弱いけど実習期間超えるやり過ごす、やり過ごして頑張ってね。あ、
頑張ってないって言っとけばよかった。今日も一日頑張るんだぞって言っとけばよかった。くそー、やらかした。やばいやばい。ちょっとアイドルなんだから口よくして。わかりました。高野さん、はじめまして。私、高野なでしこの木月奈緒と申します。よろしくお願いいたします。声が個性的でいいですね。ありがとうございます。アザムルスイさん、よいちまるでございます。キズキナオ、今回配信20時半ぐらいに終わりにしよっかな。気づいちゃった、気づいちゃったわー、やばい。で、目覚ましボイス録画させてほしい。これ今言っちゃったけどさ。もう一回言っとく。気づいちゃった、気づいちゃったわー、やばい。キズキナオ、気づいちゃった。何に気づいたの？それはわかりません。ピッカピッカの1年生ビシー。ゆりりさん、はじめまして。はじめまして。どうもどうも、こんにちは、わかめです。16歳ですか？18歳です。今年の12月25日に19歳になります。今虹がかかりました。今虹がかかった。ディーリミアン、虹かけてくれてありがとう。チュ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 、リミョン、リミョン、ミョンミョン。実習と勉強頑張れってほしい。実習と勉強頑張れ、頑張れちゃん。実習と勉強頑張れ、頑張ってね、あなたの味方。初見さん、ワッシュワッシュ言ってくれてありがとう。そう読むんですね、名前わかりました。え、そうです、木月直って読みます。白に月と書いて、白月でもありません、木月って読みます。よろしくお願いします。呼び方は選手で、プロ野球選手とかサッカー選手の選手です。私は実際選手ではないけど、選手って響きが可愛いから選手って呼んでね。ゆりさん、わしゃわしゃ、最近宝子に沼りました。沼にハマっちゃって、よいしょー。何を言ってるんだ私は。困ったもんだな。汗汗。最近タカネコにハマってくれてありがとうね。沼ってくれてありがとう、ゆりちゃん。ももこちゃんファイになったのね。チェーチェー。ももこちゃんの配信はもう見に行った？面白かったよね。面白いよ。え、19歳だよ。何を言ってるんだ。いくらにほりこさんチーム今打ってくれてありがとう。でで、やっぱ木月選手の配信めっちゃ元気出る。これから今の仕事も頑張りそうだよ。仕事も頑張って。木月選手、上月さんと思ってました。あー、上月さん、上月さんパターンね。上月さんパターンね、いるいる。上月さんパターンもいらっしゃいます、あなたのように。気づきっております。そうなんです、気づき直っています。まあ選手って言っちゃうわね、結局わかんない。白月だと思っていたよ。え、シャネルさんも白月だと思ってたの？え、あらま、ちょっとびっくり仰天ニュース。びっくり仰天ニュースだった。気づき直、18歳、もうすぐ19歳、12月25日生まれ、身長は153センチ。好きな食べ物は杏仁豆腐です。なんか今近くにないから、あ、私が最近ハマってる漫画はこちらです。じゃじゃん、赤い妹、ホラー漫画でした。選手はワールドカップ見るんですか？選手はワールドカップ見てない、見てないの、全然見たことないの、スポーツ系見たことないけど、最近さ、すごいさ、やっぱ有名だったり、ちょっと前すごいさ、日本が勝ったとかツイッターでたくさん騒がれてたから、そういうので情報を知りました。乃木坂の川崎さくらちゃんも川崎選手って呼ばれてます。オズワルドの伊藤に、そうなの？選手って日々可愛いよね。わかる。私と同じ思考回路の持ち主だってことだ。高猫最近来てるから、一人ずつ配信回ってるよ。拳で。ありがとう、グータッチ。頑張ろう。
カファの大好きを持って覚えててね。見た？もう夢結びはみんなでグータッチするんだぞ。ここだけの話、打つとき白月って打って白打つぎ、キジギ出してるでもそうじゃないよね、ほんと辞書設定しないと。鬼月かと思って鬼月パターンはちょっと私初めて聞いたかもしれない。鬼月パターンは初めて聞きました。そういう時もあります鬼月パターンがちょっと私もびっくりだったな。鬼月は確かにまだ聞いたことがない確かにね、確かに月曜日の月だもんな怖そう、漫画が怖そう。ホラー漫画なんか読んで夜にトイレに行けなくなるよ。ホラー系は大丈夫。私夜にトイレ行けなくなったら私を呼んでね。キズキ先生がいつでもどこでも明るくハッピーにトイレを済ませてあげるいつでもどこでも。てててて、てそろそろ寝るわよ、そろそろ寝るわよ、早いわね、寝ましょう。おむすび、おむすび、おむすびコロニストの皆さんでグータッチ。そう、夢むすびの前にね、一人のゆ、一人の夢じゃないんだ、だんだんだん頑張ろうって入るんだけど、その時にね、いつもみんなでグータッチって掛け声とかがあるときは言ったりしてるんで、グータッチ覚えてってね。実は職場の先輩から〇〇選手って呼ばれてます。え、おそろっち選手、選手呼びいいよね、選手呼び広めてこうね。速攻夢結び、早速高速夢結びもいいね激しめで木月選手激しく動きがち。木月さん153cm かわいい。ちびすけです、どうもちびです、ちびって言われます。ちびに別に不快感はないのでぜひちびすけって呼んでくださいできれば選手で。ワールドカップは今日4時から日本対スペインだよ。え、そういうことか。これはスペインの国旗か日記のやつは違うのか昨日ホラー系 YouTube 見てトイレ行けなくなりそうだったから今日来てホラー系、ホラー系みんな見れるのに苦手って方多いね。赤いもと無料で見えたから少し見てきて怖そうだった。え、早っ、早い早い、いつでもどこでもってやっぱストーカーなのか。あれ、ちょっとストーカーなオチが出てしまった。早い早い、スピード早めでスピード早め夢結び。なおちが元気になって安心しました。私はいつでもどこでも元気もりもり、元気100倍。アンパンマン、アンパンマン、その身長でチビって言わないでください。その身長はもう155センチ以下は私と同じチビスケだから、一緒にチビスケを誇りに思ってチビスケを名乗っていこう選手のみいつも動いて、うん、動いて喋って頑張ってますね。選手並みに、確かにアスリート選手だからね、もうアスリートよ、歌って踊ってるもん可愛くてごめんの TikTok 撮ったよ。え、ほんと？ちょっと可愛くてごめんのやつ、今12月25日までコメント TikTok では私たちの音源を使ってくれた方にはあのランダムでコメントといいねをしてるつもりなので、よかったら投稿してください。ちょちょちょ、一緒にチビスケ名乗っていこう。156センチ以上の方はあのー、木月選手よりは身長高いもんって威張ってってください。よいしょ、キャマちゃんだって配信ありがとうございました。13位から読んできます、男女の方読んできます。13位チュニちゃん、チュニちゃんありがとう、ありがとう。12位トラウトさん、トラウトさんありがとう、ありがとうございました。11位ヒーさん、ヒーさんありがとうございました。今日も10位ユキさん、ユキさんありがとうございました9位ハルくんパパさん、ハルくんパパさんありがとうございました。8位ライトさん、ライトさん今日もピカピカありがとう。7位 TM さん、 TM さんありがとう、いつもいつもありがとう。6位レイカさん、レイカさんありがとう、レイカちゃんありがとう。5位ニッキー、ニッキーありがとう、ありがとう。2期
ニキミキ。よい、リリミャン、リリミャンありがとう。ミャンミャンミャン、ミャン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 。そして第3位、ドゥルル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 バン。シュンピー、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 シュンピーピー、ピピピー、ピピピピピありがとう、シュンピー。次第3位、ドゥルルルルバン。シャネルさん。シャネルさん、今日もありがとうございます。水さんでございました。じじじ。シャネルって名前だから、ちょっとあれだよね。おしゃんな名前だよね。高級感。そして第1位は、ドゥルル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 、バン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 。かわいいペンギン、ペンギン、ペンギンをくれた、ナッカーさんです。今日もありがとう。今日もありがとう。いつもありがとう。いつも可愛い曲を作ってくれてありがとう。本当に心の中から感謝、感謝、感激、雨嵐。合ってるか違い方は分かってないけど、感謝。ありがとうございました。皆さん、皆さんに今日も、今日とて、今日の配信を見てくださった他の皆様に大きな拍手。ドゥ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 、ありがとうございました。ドゥ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 、終わります。待ってきます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。最後にストーカーの歌の曲名を教えてください。ストーカーの歌三丁、うん、じゃあのひょろひょろ三丁目天あなたの家、そのひょろ終了でございます。ストーカーの曲名これです。それでは、さようなら。バイバーイ。カウントカウントカウント、5、4、3、2、1。バイバーイ。目覚まし使ってね。